皆様こんにちは。日本ホビー協会の江原です。今日はですね、お茶の水にあります、池の坊さんの東京会館というところにお邪魔しております。これからどんなお話が聞けるのかとても楽しみなんですけれども、今日お話を伺う、お相手として戸祭美香子先生に来ていただいております。池の坊のお花 の教授でいらっしゃいますけれども、いろんなことをこれから教えていただこうと思っております。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは先生、はい、池の坊さん そのいわゆる華道と言われるものがいつ頃から生まれて、どんな風な変遷をしたのか、ちょっと簡単に全く知らない方もいらっしゃると思うのでお話しいただけますか。はい、いけばなと申しましても、たくさん皆さん流派聞いたことあると思うんですけれども、一番分かりやすいというふうに思われる、まあ、言い方で言うとですね、池の坊が一番歴史が長い、最古で、そして最大の華道といいますかね、いけばなになっております。で、一番まあ最初が池の坊だということでですね、池の坊には流派というか流というのがねつかないんですけれども、うん、そのためまあ、お家元がいらっしゃるんですけれども、はい、池の坊のみ華道家元池の坊というふうに流はつかないんですが、華道家元がつくようになっております。はい、それはお家元だけに使う名前ではなくてですか。そうですね、家元制度があるところは、ね、いろいろあるんですけれども、はい、まあ、池の坊が源ということで、龍というのはつかないんですが、この華道の源であるこの池の坊なんですが、はい、実はまあ本拠地が京都、京都の、はい、六角堂というところにありまして、はいはい、でそちらはまあ、もう有名な聖徳太子が創建したお寺が六角堂といいまして、まあ、正式な名称を紫雲山長宝寺というふうな名前がついております。で、今のお家元、池の坊千英という総称ですが、はいはい、今で45代目になりますが、はい、その家元がまあ最初にその聖徳太子が創建されたその六角堂に代々住職としていらっしゃる方がお家元、そうなんですね。で、初代の住職というのがこちらも皆様よくご存知だと思うんですが、はい、小野妹子という遣隋使にね行かれた方が初代の池の坊ということになるんですけれども、その時にですね、当時、まあ、六角堂の池のほとりにですね、はい、僧侶が住む坊がありまして、まあまあ、そちらが元になりまして、池の坊というのがそれで坊という名前がついてるんですか。はい、そうですね。そして、記録といたしましては、まあ、その当時京都に、うん、花のうまい名手がいるぞということで、京都中の人たちがですね、生けた花を見に、まあ、集まってきたというような記録が壁山日録という東福寺の僧侶の書いた日記に載っているのが、まあ、最初と言われておりまして、ちょうど今年で560年をすごいですね、はい、迎えるので、まあ、それだけの歴史のある流派という華道の源ということになるんですけど、560年というと室町時代とかそうなんですか。そうですね、もうその頃からのそうですよ、ね、記録が残されているということになりまして、まあ、今日まで続いております。はい、やはり京都の方は結構華道をなさるんですか。私のイメージですと、もういろんなところ箇所箇所にもう花が生けられているというイメージはございます。もちろん六角堂中心にまあ、近辺のその門弟たちが、うん、まあ、広げていっておりますので、まあ、その場所だけではないんですけれども、
もう日常の文化ということで広がっているのではないかなと、はい、思います。そうですよね。確かに京都ってちょっと東京とはまた違う、こう文化の楽しみ方がありますよね。はい、そうですね。でただもう今やですね、日本国内もう津々浦々に、はい、門弟の方々がいらっしゃいますし、池坊の場合は世界中にまたそういった支部がありますので、いろいろなところで見ることができるのではないかと思います。ちなみに先生はここでお勉強なさってお免状を取られてというふうな、そういうこう、はい、段階を踏まれてるんですか？はい、そうです。やはり私たちは資格がなければなかなか務まりませんので、そういった指導者資格があるんですけれども、そういったものを取って教えさせていただいているんですが、もう習い始めればすぐに入門というのが取れますし、習った方がもう次々と上の方を目指して頑張れます。はい、そうなんです。なので生徒さんたちの中でももう先生になられていて、うん、教えている方もいらっしゃいますし、そういう意味ではたくさんの先生がいらっしゃると思います。なんかきっと全国世界的に広まってるっておっしゃいましたから、きっとすごい数の先生方がいらっしゃるんでしょうね。そうですね、もう本当に数えきれないくらい先生方はいらっしゃると思います。はい、昔はお花とかお茶ってやっぱり花嫁修行の一つとしてみたいに、はい、こうたしなみとしてぜひやっておきなさいっていうのが割と聞かれてたと思うんですけど、最近はどんなこう動機で皆さん習われたりするんでしょうね。そうですね、今それこそ池坊でもこれからやっていこうと思っている部分でもあるんですが、うん、はい、やはりお勤めの人たちがお勤め帰りにちょっとこうリフレッシュといいますか、うんうん、気分転換に、うん、いけばなと向き合って、でそして、まあ、自分の家に帰っていくような人たちもいれば、やはり今ちょっとこうどうしてもお子さんたちが、うん、まあ、ちょっとこう競争社会といいますか、まあ、塾に行かれてたり、うんうん、どうしてもそういうことで忙しいお子さんたちがやはりちょっと違う分野というか、うん、日本の伝統文化に触れたいという気持ちと、うん、あとちょっとやはり今の学生さんもリフレッシュする気持ちでちょっと学校帰りにという人が割といらっしゃるんじゃないかなと思います。気分転換のような要素も非常にお花と向き合うっていうのがあるってわけですね。はい、どうしてもこの忙しい世の中ですので、はい、うん、やはり少し一旦止まってですね、この植物に向き合うっていう時間は大事ではないかなと、うん、ただただこう心を無にして、うん、自分で制作する、まあ、そのあたりは手作りが好きな方々との同じような共通要素があるような、うんうん、はい、気がいたします。そうですね、はい、今ハンドメイドの中で特に刺繍とかがすごく人気になっていて、そうなんです、ね、やっぱりこうひたすらこう自分と向き合ったりとか、ね、手を動かすということ で、 そうです、ね、とても気分転換ができるっていう声はよく聞かれますね。はい、一緒だと思います。そうですか、はい、まあ、脈々とそうやって歴史のある池坊さんですけれども、はい、新しい動きというのは何かお考えなんですか、これからのことで。そうですね、やはりこういった池花というとなかなかちょっと敷居の高いイメージがあるんですが、うんうんうん、いろんな方が気軽に手軽に、まあ、手を伸ばすことができるということで、やはりそれこそデモンストレーションをしたりワークショップをしたり、いろいろなところで身近に花が生けられるように新しい取り組みとして、会社帰りとか会社の中でも、うん、そういった生け花に触れられるように、池坊ではオフィス稼働といったものをこれから展開していこうと、はい、思っておりますし、あとやはり若い方々にも、うんうん、知っていただきたいので、そういう若い子たちに活躍の場を渡してですね、その子たちが今度デモンストレーションとか皆様の前で披露する場を作るような展開を今
ろいろと、はい、考えております。その一つが池のボーイズなんでしょうか。はい、ありがとうございます。なんか池のボーイズって名前だけでもなんかワクワクするようなそうです、ね、感じですけど、これの背景とか、はい、これからどんなことを活動としてなさるのか教えていただけますか。ありがとうございます。池のボーイズというのは2016年に、はい、発足された、それこそ生け花を習っている若い世代の男性たちのグループになっておりまして、はい、現在も12名いらっしゃるんです。さまざまな職業を持ちながら大きなイベント、まあ、今回もそうですが、はい、大きなイベントで、デモンストレーションとかワークショップとか、皆様に身近に花を感じていただけるように、うん、その彼らが中心となっていろいろなイベントに出向いてやらせていただきます。もちろん皆さん生け花が上手で、またとても素敵な方々なので、そういったところもちょっとこう会いに行きたいような方々になると思いますので、見どころかなと、はい、思っております。皆さんそうするとお免状も持ってらっしゃるような、そういう習い方をされている方ですか。はい、もう免状も持ってますし、はい、本当にお上手な方々で、若い方だと、ね、学生さんもいらっしゃいますけれども、とにかくキラキラした男性グループで、でもう目の前で生けてくださるので、それを見るっていう機会もなかなかないのではないかなと。そうですよね。でかつやはりどうしても女性のイメージが強いような気がするので、はい、そうですね、お花ってそうですよね、どうしても。そうですね、なのでその男性集団がいろいろな形で生けるというのは見どころなのではないかと思っております。はい、ね、後でまたちょっとお知らせがありますけれども、はい、そういう池のボーイズさんとの新しいコラボもホビーショーで考えたいなって思っているところなんですよね。はい、ぜひ楽しみ、はい、はい、それはまた後ほどご紹介させていただきます。はい、先生、華道といわゆる池の坊のお花を生けるっていうことと、それから、まあ、若い人たちというかミセスも含めて気軽に皆さんがお家で楽しむフラワーアレンジメント、なんか同じ花を使って花を題材にするんだけれども、なんとなくやっぱり違うかなって思うんですね。その辺のこう違いとかを先生のその専門性の中からお話しいただけると、また皆さんの興味を持っていただくかなと思いますので。そうですね、はい、話させていただきたいと思いますが、生け花というのはもちろん花を生ける意味ではアレンジメントと一緒なんですけれども、やはり先ほどちょっと手作りの話が出ましたけど、やはりこう自分と向き合う時間、あと、まあ、花に向き合うその心といいますか、そちらのちょっとこう精神性みたいな部分がありまして、やはりこう気持ちをこうまず沈めて、で花と向かい合って対話しながら生けていくような、やはりちょっと命を預かっておりますので、それを私たちは生けさせていただくという気持ちから入っておりますので、そこはまたアレンジメントとの違いかなと思います。気軽に生けてはいけないわけではないんですけれども、はい、出来上がりの、まあ、よし悪しもあるんですが、まあ、それよりもこの生ける時間とか向き合う時間とか、そういう気持ちを私たちちょっと大切にさせていただいております。なのでそれこそ華道というのは引き算の美学とも言われているんですけれども、たくさん入れていくというよりかは、入れたものに対してこちらのこの部分がなくてもいいのではないか、もしくはこの部分を強調したい、見せたいと思えば少し取ってみたり整理したりして生けていくようなところがありますので、でアレンジメントというのはやはり私たちのイメージで言いますと、最終的にはその花屋さんにこうつながってくるのではないかと思いますけれども、そういったこう商品にしていくようなものとか、うん、贈り物にしてみたり、うん、そういう部分があるので、まあ、心も大事なんですが、どういうふうな形に作ろうかとか、うん、どこから見てもこう同じように綺麗に見せるようにということで、作られているかなというふうに感じます。そういう意味ではアレンジメントは足していくような足し算の美学なのかなと、はい、思っております。華道の場合は、うん、ある分の引き算、そうですね、うん、少しずつ引いていくようなところが、で最後に
その一番見せたいところを残すようなイメージが私たちの場合はございます。あとはその茶道もそうですけど、道という道っていうものが使われている時ってやはりこう形から形をすごく重んじるって、お茶なんかもそうだと思うんですけど、そうですね、その辺も華道の場合はありますか？そうですね、私たち池の坊は華道の、源ということで、一番初代が小野妹子から始まっておりますので、小野妹子を我々は道祖、華道の道と書いてね、道祖とでおりますけれども、はい、そういう意味では茶道とかと、書道とかいろいろありますけれども、道とつくものの、源になっておりますので、そうですね、今までやってきたもの、これから その後世に伝えていくという意味での道でもあると思いますし、 あとはですね、植物に対する考え方もちょっと違いまして、アレンジメントはいわば今が旬というか、今まさに開いている、今まさに美しいものを表すというふうに思っておりますが、いけばなの場合は今まで、そしてこれからというところが先ほどの道につながるかなと思うんですが、それこそ古い古木とか苔むした枝ですとか、ちょっとそういったところから使い始めて、そして未来を思わせるようなつぼみとか、そういったものまでを一平に見せたりするんですね。そういう意味ではただ全部が開いているものを使うというわけではないというところで、ちょっとした違いがあるのではないかなと思っております。そうするとこう見る側も生けたものを見る側もそういう、こう気持ちを汲み取るというか、そうですね、そういうことが大事になってくるわけですね。そうですね、生けた中にちょっとこう昔を思わせたり、もしくはそのこの枝はきっとその風雪に耐えたんだろうなと思わせてみたり、もしくはこれから芽吹いていくんだろうなと思わせてみたり、実際いけばなその後開いていきますので、そういったものを予感させたりっていうところの流れも私は道につながっているのではないかなと、思っております。すごく深いですね。そうです、今のお話を聞いていると、やっぱりただこう出来上がったものを鑑賞するということよりも、そうです、その背景とか、そうです、もっと遡ったところから見ていく、そうですね、はい、そういうことなんです。今のお話を聞いてやっぱりこう脈々と、ね、すごい年月を重ねたものにきっと共通するような、そういう精神性の高いものがあるんでしょうね。はい、そのように感じて日々やらせていただいて、おります。ハンドメイドって、私たちは、ホビーショー等でもハンドメイドにまつわるいろんなことを展開していくんですけれども、その池の坊さんがお考えになるそのハンドメイドとか手作りとか、その辺ってこうどんなふうにこうクロスオーバーするのかなっていうお話をお聞きしたいなと思ってます。そうですね、ハンドメイドと言ってもその、何もないところから作り出すというよりも、何かあるものをまた使って作っていくという意味では、生け花と通じるのではないかと思います。というのは生け花も真っ白いキャンバスに絵を描くのではなくて、もともとあるこういう素材、命ですけれども、この植物を使って生けていくという意味では、ハンドメイドも何かものがあってそれを組み合わせたり、またそれを元に自分なりの個性をちょっとこう入れながら楽しんでいくという意味ではとっても共通しているように感じております。そうですか、はい、例えば今このテーブルの上に可愛らしい、これはフラワーアレンジメントとは言わずに、そうすると池の坊流、池の坊さんのお花の向き合い方なわけです。そうですね、カテゴリーで言うと自由化というものにはなるんですけれども、そのアレンジメントの違いは、先ほども言いましたように、いろんなところから同じような表情ではなくて、一つ一つと向き合いながら入れておりますので、先ほども言ったつぼみとかもありますし、いろいろこう感じさせるものを入れております。でプラス四季を感じさせるような、今回でいうとこの春を感じさせるものを入れて、ちょっとこう皆さん温かい気持ちになっていただけるといいなという気持ちで、
はい、なんかこれ拝見してると、あの敷居がぐっとこう私たちでもできるかなって思いますけれども。嬉しいです、はい、あの華道というとなかなかハードルが高くてですね、なんか自分でできるかしらって思いがちではないかなと思うんですけど、その辺って本当のところがどうなんでしょう。よくそういった知識がなきゃいけないんじゃないかとか、センスがなきゃいけないんじゃないかというふうな方いらっしゃるんですけど、全くそんなことはなくてですね、そうですか、たった一輪の花を入れるだけでも生け花になっていきますので、皆様が花屋さんとかいただいたお花でもいいですし、咲いてるお花でもいいです。それをちょっと家に飾っていただいたら、もうそこから生活習慣も変わっていきますし、それがまた生け花に通じていきますので、ぜひそういったものを家の中にぜひ取り入れていただいて、まあ、よければですね、こちらの東京会館に来ていただいて、一緒に楽しんでいただけるといいなと思っております。やっぱりこの環境下でお家にいる時間って皆さんすごく増えてますよね。はい、そこで先生がおっしゃるように、こう花がちょっとだけあるだけで、こう見え方って変わってきますよね。はい、そうですね。一輪入れるだけでは生け花じゃないんじゃないかって思うかもしれませんが、そんなことはないんです。一輪でもいいです、一葉でもいいですから、まずはそれを入れてみるところから始めてもいいんじゃないかと。そこから始まっていきますか。そうです、それが楽しくなっていくんではないかなと思います。ハンドメイド好きさんはもう確実にお好きだと思います。はい、やっぱり手作り好きな方ってお家の中でこう過ごすこともとてもこう好きな方が多くてですね、はい、で花とか、はい、それから植物っていうのはとてもとても好きですね。嬉しいです、そういうふうに、うん、はい、伺うと、はい、なんかホビーショーでも、お花を飾ったりしたこともありますけれども、はい、今回はちょっとまた違う試みがなされてるみたいで、はい、なんと先ほどお話しいただいた池野ボーイズさんが、はい、初日に、はい、デモンストレーションとそれからワークショップもやっていただけるんですよね。はい、そうなんです。で、あとの2日間は女性の先生方が、はい、来ていただけて、はい、ワークショップがしていただける。はい、そうなんです。ぜひ池野ボーイズさん、ね、会ったことがない方々は皆様にはちょっと楽しみに、またその生けている姿も見れますし、ワークショップっていうのもなかなかないことですので、楽しみに来ていただきたいと思います。そして私の方も皆様にお会いできるようにと思っております。よろしくお願いいたします。はい、その時のワークショップの見本がこちらになるわけですか。はい、そちら、こちらになります。はい、そうなんです、ね、すごく可愛らしい花がたくさん入っていて、ただ4月の末になるとまた花材が変わる可能性はありますよね。そうですね、はい、ただ確実に華やかなものが仕上がるのじゃないかなと、私の方も楽しみですね。これはちなみに試験管ですか。そうです、試験管を、そうですね、試験管に今回は花を生けていただきたいなと思っております。で、試験管なんですけど意外とたくさん入るんですね。そういったものもちょっとたくさん入ってますね。そうですね、目の前にすると驚かれる方も多いんじゃないかなと思います。これはちなみにフレームから作るんでしょうか、その時。フレームから作れる方がいい方もいるかも分かりませんが、ある程度は用意しております。そうですか、安心して来ていただければと思います。はい、なんか楽しみですね。お花こう触ってるだけでも気持ちがすごく和んで、ね、そうですね、あまりこういうことをなさったことがない方はもちろんなんですが、やったことがある方にも楽しんでいただけると思います。はい、じゃあ今日はこれからまたこのワークショップの、どうやってやるのかなっていうのを私たちがまた体験させていただける時間も設けておりますので、はい、また引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。